こんにちは、ひまひまです。ここはですね、はい、最近ですね、新居に引っ越したということで、引っ越したらですね、じゃじゃん、こちらのクローゼットがついたということで、今回は初めて新居のクローゼット紹介をしていきたいと思います。えい、あ、ちなみにこれの部屋なんですけども、早速紹介していきます。ことでですね、本当にやばいですよ、花粉が。花粉症ひどいです。杉と檜ですけど。というわけで早速皆さんにお見せしたいと思います。3、2、1、ドドーン。こんな感じで洋服とかが結構ブワーっとあるわけなんですけども、前は結構タンスに入れてたんですよね。それでこんな感じでハンガーにかけて全部クローゼットに入れてますですね。まず一番上から見てみこうかな。ここはあの林間学校とかに持っていくピンクあたり買ったバッグと、これが夏服とかプールバッグとかディズニーのカチューシャとかが入っています。これは夏とかに使うものなので上に置いています。ちなみにこのね、ラブトキの袋はレジャーシートです。そうです。それでここにちょっとパジャマが入ってるんですけど、今このパジャマ使ってないんでね。でこういう感じのやつと、アナップと、ラブトキとピンクラテとみたいな感じでミッキーのやつとめっちゃ あるんですけど、あんまりもう並びねと関係なくボーっと置いています。動画でもよく見る洋服かな、うん、これもちょっと下ありますね、下が。でこれはウームのパーカーと前のパーカーね。前のパーカーだね。でこれが普通あのウームのジャケット、すごいこんな感じです、うん、そうね、このね、はい、こんな感じですね。これは結構学校に着てきますね学校にね。でも最近これ着てないかな。何かというとちょうどいいこのパーカーが出てきたんですよ、ね、新しいの。これはもういつも学校に着てってます。どこ行くにしてもこれが本当にいい。それいいよね。あったかいし着やすいし、これはもう本当におすすめって言ってもさあ、買えないけどさ、取っておきます、今日着るんで。それであとこれがピンクラテのジャンバーかな。これ学校用。これは最近全然着てないです。でも学校に前来てました。で引っ越してからなんか学校に来てないな。それでこれも学校に着れる。結構これとこれが学校用ですね、主に。これは撮影にも着てます。あ、結構あったかいのよね、これ。ここに耳当て使わないけど置いてあります。それでこれがポシェットですね。あ、そのポシェットはまさか、まさか、えっちゃんの。よいしょ、こんな感じ。それで、これがラブトキの友達のアールちゃんからもらったやつです。それで、これがどこだっけな、なんか雑貨屋さんで買ったリュックです。それもう小学校3年生ぐらいから使ったやつかな。いや、もう本当にそんぐらいだと思う。そうだよね、結構まだ気に入ってるんですよ、未だにね。うん、そう、はい、このポシェットもアールちゃんとお揃いなんですよね。それで、これがチャムスのポシェット。結構最近はもうこれとかこのポシェットを使ってます、よく。あのポシェットってさ、なんかリュックみたいにいちいちさ、やんなくていいじゃん。めっちゃ取れたねだから多分主にこの3つを使っています。うん、すごい楽だし、ちょっとした荷物を入れるときね。そうそうそう、そんな感じ、そんな感じに、ね、めっちゃいいので、ぜひ皆さんもあのポシェットを使ってみてください。こんな感じかな。ポシェットとかをハンガーにかけています。それで次ここ、じゃん、まずこれ。これは勉強するときに使う教科書とかがワークですね。めっちゃ入っています。漢検の5級のやつとか、算数のワークとか、国語のワークとか、いろいろ入ってます。こんな感じ。だから結構お兄ちゃんと勉強するときとかに、勉強するときに持ってくバッグです。自主勉強用、ね、自主勉強用のバッグですね。で、あの今塾やめたので、ちょっと前の家から結構離れてるので、塾やめたのでちょっとね、自主勉強しないとあれなのでしています。それでこれがピアノのバッグですね。ピアノのバッグは使っています、普通に使っています
で、これはリーバイスのリュックなんですけど、これね、なんかね、学校の教科書と筆箱とファイルが入ってるんですよね。で、今ちょっと遠くなってんですよ、学校が。で、前の家に今おばあちゃんおじいちゃんが住んでるわけなので、そこで一回そこまで行くじゃないですか。で、そこでランドセルとリュックを交換して学校に行きます。なんかちょっと複雑なんですけど、まあそんな感じです。別にここにはママとパパとヒマとお兄ちゃんとアラマとピノコが住んでるので、普通にここから行っています。次、ここ、これは下です。ほとんど下に着るものですね。履くものです。これがまずつながってるオフショルのやつですね。これがなんだっけ、これアナプかって買った、つながってるやつです。これはまあガウチョで、このサスペンダーだよね、サスペンダーがついているやつなんですけど、普段着るものがそこにあるのかな、大体ね。でも結構撮影とごちゃごちゃです。それでこれは結構もう楽なので、家とかです。あ、でも学校にもね、ラインパンツ結構履いてくるんですよ。楽重視、楽。これもね、ママにもらったんですけど、ママこれめっちゃ履いてるよね。GU のやつ。これもすごい楽なので履いてます。それでここは、これは、超能力少女、これね、ウィゴーのやつなんですけど、ユニコーンちゃんとおさらいの超能力少女っていう T シャツです。でも学校に着てた。お、いいんじゃね。でもこれあんま着ないんですね。着ないものはここに置いてあります。だって夏服かなっぽいのがあります。あとこれは何これ、これは H&M のラインパンツなんですけど、これはねちょっと長いんですよ。だからもうちょい大きくなったら着ようと思います。これこのこれとかはこれ着ないね、そう思えば。で、そう、なんでかというとこれね、中がズボンになってないんですよね。前着てました、めっちゃ。で、超能力少女は夏なので。次、ここ、ここがスカートっていうか、そうだね、タイツと一緒に履くものを置いてます。これがラブトキのスカート。これね、後ろ普通にズボンになってるんで、タイツを履いてもパンツ見えないし、学校とかに履いてます。で、これがピンクラテのチャンピオンのスカートなんですけど、これの中がズボンになってるので学校にも着ています。あんま家でタイツは履かない。ちょっとタイツって疲れる。で、これがラブ時の、これも後ろから見たらズボンなので履いています。どれにしようって迷ったらこういうの着てますね。 WC だと思う。これは普通のズボンなんですけど、ベレー帽とかに合いやすいので、これもね、最近全然着てないので、もう着ていこうと思います。こんな感じ。これはえっちゃんとのコラボの時にやったやつです。で、こんな感じで、次この下、じゃん、ここはですね、習字セットと、これがエプロンとか、家庭科で使う、あー、それあれだね、動画でも着ますね、着てるやつね、エプロンね。そうそう、これがレインコート。レインコート、うん、100均のカッパ。それで、これはもうピンクラテの袋ですね。ピンクラテ持ってるの多いかもね。次、これ。これが、普通の手提げ。これはね、前の1、2年の頃の防災頭巾の袋を手提げにしたやつ。いよいよその、謎の箱は？これが、レグで、はい。これがね、見て、じゃじゃん、ひまが作った、手提げ。家庭科で。スイカで作ったワッペンとかつけてます。可愛いの、このケチャップの。そう、1個100円です。高くない？高いような安いよ。で、H、はい、そしてあと、ひまりの日じゃん、うん、じゃないとダメらしいの、うん、ここね、見て、なんかこうやっていっぱい書いてある変作り方が。作りやすいようになってるやつね、うん、家庭科だからね、はい。まあ、こんな感じで、これ学校に持っていくものあります。で、最後この箱。その箱何それ。前はスクイーズが入ってたんですけど、はい、今はなんと現在ではじゃじゃんじゃんじゃん。なるほどね。こんな感じ、なんかもう適当にいっぱい入ってる。これはもう使ってないタイツ、はい。で、これは帽子とかね、うさ耳の帽子とかベレー帽はあっちにまた置いたんですよね。学校の帽子、学校ではどんな感じなのかちょっとかぶってみてください。いつも暇赤なんですけど、ちょっと名前書いてあったので白で被ります。じゃじゃーん、ちょっと体育とかこんな感じ。小学生。
感じで。こんな感じ。はい。で、靴下がいっぱい入ってますね。だから今日私は何でもいいから教えてください。何教えるの？買ったの名前、東急ハンズで。材料とか書いてある。本当だ、材料とか。100均のコンパクトタオル、スモールサイズ。タオルだ。へぇ、いいじゃん。これ入れたらシュワーってなってやるんですよ。はい。なんか TikTok やってる人が欲しかったので。それでこれが、学校のズボンですね。こんな感じ。はい。体育のズボン。よいしょ。こんな感じで、いろいろ靴下が入っています。それはスポーチ。こんな感じです。よし。よし、こんな感じです。クローゼットの中身はこんな感じでした。というわけで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。こんな感じでね、クローゼットの中身、どうでしたか、ひもの。皆さんはどういう感じで洋服とかを収納してるでしょうか？ぜひコメント欄に書いてみてください。ちなみにひまは引っ越す前はタンスに入れていましたそして近いうちにお部屋紹介もするので待っていてください。ちょっとカーテンがないもんで外が見えちゃうので、もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter とインスタとサブチャンネルのひまや TV もよろしくお願いします。バイバイ、またみーってね。もうちょい収納しようかな。